連綿と続く日本の歴史の中で、今から150年前の明治維新は大きな変革だった。江戸幕府も維新側も思いは一つ、日本のこと。明治以降、世界の情報が日本へ流入する中で、人々はその膨大な知識に酔いしれ、世界に肩を並べようと競った。しかし、自分の国を誇る気持ちこそが安定した社会を生む。江戸、明治、大正、昭和、平成、そして令和、日本に誇れるものはなかったのだろうか。日本人としての軸はぶれていなかったのか。これからの日本の発展のため、明治維新から150年を迎えた今、本当の日本の姿を紐解く。第二次世界大戦、日本ではこれは大東亜戦争と呼ぶというふうになってるんですけども、初戦の頃は日本は勝利勝利の連続でありました。ところが後半になってから日本はどんどん追い詰められていく。一つは大きな海戦で日本側が負けて、で艦隊を失ってしまったということもあったわけですけれども、そのことをもって、近年、特に戦後ですね、最初から無謀な戦いだったんだということをおっしゃる先生もおいでになるようなんですけども、実は全然そんなことありません。例えば日米の国力そのものは確かにアメリカの方がはるかに大きいですけれども、アメリカは日本と戦うためにははるばる太平洋を越えてやってこなければならないわけでして、去年の2乗分だけですね、戦力というのは起こってしまうというのは、これはもう昔から言われていることでして、開戦当時のアメリカの太平洋艦隊の海軍力から、また太平洋側に配備していた兵力、航空機の数、潜水艦の数、戦艦の数、空母の数、いろんなものを比較してみますと、日本は十分に戦えるだけの力があったんですね。戦力的には五分どころか日本の方がやや上ぐらいの状況にありました。したがって戦いを始めたということについては何とかなったんですけれども、初めから石油が抑えられちゃってるわけです。石油で軍艦も動くし、例えば大砲なんかも油圧で動くわけですから、油がないっていうのはこれもどうにもならない。日本は戦いが長引くと追い詰められるというふうな状況になってまいります。で、昭和20年に入りますと、今度沖縄戦まで起こって、で沖縄まで陥落してしまうと。大変激しい戦いとなったものの中の一つに硫黄島の戦いがあります。アメリカ軍は硫黄島への上陸準備として74日間連続で爆撃を行い、昭和20年2月19日上陸作戦を敢行した。硫黄島の戦いというのは本当に激しい戦いだったんですけれども、最終的に日本側は玉砕をしてしまいます。数多く残された悲しい記憶、その中に日本人の気概が残されていた。日本の陸軍中尉浅田真嗣さんという方の手紙があるんです。1ヶ月以上にもなる激戦が行われました。この結果、米軍が硫黄島を占領しちゃった、占領しちゃった後の出来事になります。米軍が占領を宣言した翌日ですね、すり鉢山っていう硫黄島の中に小さな山があるんですけども、この山の穴の中から負傷した日本の陸軍少佐が降伏の白いハンカチを持って穴から出てきて米軍のところにやってきました。で、司令官はいないかと、穴の中には有能な30名の青年たちが残っている。彼らを日本のため、世界のために生かしてやりたい、私を殺して彼らを助けてもらいたいということを言ってきた。で、少佐を引見した第5艦隊のレイモンド・スプーダンス司令官は、お前も部下もどちらも助けてやろうと話しかけたんですけども、彼はその時に英語でサンキューと答えたまんま生き絶えてしまう。もう余命いくわけもない、もう死ぬって分かっていたんでしょうね。だから出てきたということじゃなかろうかと思います。で、米軍はこの少佐の気持ちを継いでですね、この青年たちが残る穴にタバコですとか缶詰、食料ですね、これを投げ入れて、残された青年たちに穴から出てきなさいと勧告をする。ところが日本の青年たちは応じない、どこまでも抵抗戦を続けようとする。膠着状態がなんと5月まで続いたそうです。で、やがて 何名かが餓死してしまう。で、最後に残された人たちは手榴弾で自決をして果てていきます。手榴弾がパンパンとこう爆発する音がしたということで、スプルアンス司令官が穴のところに飛んでいって、
様子を見たところですね、穴の入り口に英語と日本語で書いた手紙が置いてあったそうです。この手紙に何と書いてあったか、日本語の 訳もですね、これもあの、まあ、当時のものは文語体で書かれているので、現代語にまあ私なりに訳したものなんですけども、ちょっと読み上げます。閣下の私たちに対するご親切なご好意、誠に感謝感激に絶えません。閣下よりいただきましたタバコも肉の缶詰も皆でありがたく頂戴いたしました。お勧めによる幸福の儀は日本武士道の習いとして応ずることができません。もはや水もなく食もなければ、13日午前4時を期して全員自決して天国に参ります。終わりに貴軍の武運長久を祈って筆を止めます。昭和25年5月13日日本陸軍中尉浅田真治、米軍司令官スプールアンス大将殿と、これ英文のものも、ぜひご覧いただきたいと思います。スプールアンス司令官は戦争が終わってからアメリカに帰って10年間ですね、全米を回ったそうです。そして、その講演の時に必ず言ったそうです。アメリカの青年たちよ、東洋には素晴らしい国がある、それは日本だ、日本には君たちが想像もつかない立派な青年がいる、ああいう青年がいたらやがて日本は世界の名手になるに違いない、アメリカの青年たちを奮起しなさい、こういう講演をして回ったそうです。こういう話が硫黄島の戦いの時に残されています。この最初に負傷した日本の少佐がハンカチを持って出てきたというところから、日本の兵隊さんたちが穴の中で最後の最後まで戦いを続けたというあたりは、ちょっとやばいと思ったらすぐコサーンとかってするんではなくて、最後の最後まで日本人が日本人としての誇りと、そしてまた軍としての機能をきちんと最後の瞬間まで誰もが持ち続けていたということであろうかと思います。やがて穴の中で何名かが餓死をしたというふうに、当時の記録があります。同様にガダルカナル島なんかにおきましても、日本の兵隊さんたちがたくさん餓死していますよね。この餓死なんですけども、大体当時のまあ記録が残ってるんですが、体重が55、6キロだった人がですね、32、3キロにまで体重が落ちてしまう、もうガリガリになってしまう。そうすると自立歩行ができなくなるそうですね。だからもう銃で杖代わりについて、でもうやっと幽霊のよう勇気のようにもう立って歩くのが精一杯といったような状況にまで至るそうです。でところがですね、ガダルカナル島、これは遺骨収集団なんかが現地に行って、で日本の兵隊さんたちの遺骨を拾ってきてる写真がネット上でもたくさん公開されています。昭和17年8月アメリカ軍は日本軍が飛行場を建設中のガダルカナル島に上陸し、これを占拠。日本軍はガダルカナルを奪回すべく激烈な戦闘を繰り広げるが、補給難に陥り多数の餓死者が出た。行くと分かるんですけれども、このお亡くなりになった兵隊さんたちの遺骨が眠っているすぐ近くにバナナの木がいっぱいあるんです。ガダルカナルっていうのは、これは現地の人たちには土地の所有という概念がありません。土地の所有権というのはもともとないんです。その代わり主食となっている食料がバナナなんです。バナナの木っていうのは一本一本全部に所有者が決まってるんです。でもしバナナが一本でも盗まれたら、もうその島中の人たちが集まって犯人は誰だって犯人探しやるんです。で犯人が分かるまでずっと会議続けるんです。それぐらいバナナの木っていうのは大切に大切に育まれているんです。日本の兵隊さん餓死したっていうことは何を意味しているのか、誰一人それを泥棒する人がいなかったってことなんです。すごいと思いませんか。お腹空かせてもう何日も食べるものがなくて、体重が55キロあった体重が30キロぐらいまで落っこってしまうぐらいまでの状態になって、もうフラフラで立って歩くこともできないぐらいの状態になっている、すぐ脇にバナナの木がありながら誰一人それを泥棒しようとする人がいない、そして餓死して死んでいった。何人か生き残った人たちもいます。もうほとんどもうガリガリの状態で日本の兵隊さんたちは発見されて、でもうガリガリで動くこともできない、抵抗もすることもできないような状態だったから、自決もできないままパッと囲まれて武器を取り上げられて捕まっちゃって、で要するに露獲された、その状態で捕虜になったという日本人が何人か助かっています。日本の 軍隊というのは最後の最後まで本当に統制というものがきちんとしていた。また日本人の一人一人がですね、何日も食べるものがないような状況に置かれていたとしても、他人のものを取って食べるなんていうことはこれも一切考えもつかない。特に当時の日本というのは村社会なんですよね。
で、向こう三軒両隣、村の人たち、町内の人たちはみんな顔見知りという状況なんです。その中であいつは戦地で泥棒やって帰ってきたなんて言われたら、もう町で自分が住むことができない。だからやっぱり一族の誇りをかけて、我が家の一家の誇りをかけて人のものを取って食べるなんてことはしなかった。逆にですね、今自分がその子や孫を持つ身となってですね、その子供たちが戦地に行って、で現地に食べるものがいっぱいあるのに、それを食べずに飢え死にして死んでしまったということを親の身として、あるいは祖父の身としてそのことを知ったとするならば、ショックですよね。盗んで食ってでもいいから、大根一本一本ぐらいもうどうってことないじゃないかと、生きて帰ってきてほしかったって思うのが人情じゃないかと思います。それでも盗みをしないで最後の最後まで立派に戦って、でお亡くなりになっていった。でそういう方々のご遺骨がまだ日本では外地に眠っています。その遺骨ほったらかしです。国家としてその遺骨を収集するという事業は全く行われていません。 ODA を払っていても遺骨収集事業についての資金というのは政府から出ません。これ一体どういうことなのか、実はこれ、ここに戦後体制というものが影響してまいります。昭和20年になりますと、8月の6日に広島、8月の9日に長崎に原爆が落とされました。この原爆については、実はこの年の1月の段階で日本は原爆をの開発をすでに終えていたという説があります。陸軍が陛下に、あの原爆の開発がほぼ完成段階になりましたということで、これあの当時新型爆弾という言い方をしてるんですけども、この報告に上がりましたところ、当時の昭和天皇がですね、その開発を即座に中止しろと、やってはいけないというふうに申されて、その結果日本は原爆の開発を停止しました。当時の 陸軍の計画としては、原爆を開発して、で当時あのジェット戦闘機も開発していたし、またあの石油に関しては石油に代わるものとして松ヤニを使った油というものも開発されていまして、こういったふうなものを総動員して、で、当時まだ沖縄戦が始まろうとしている頃、おそらく原爆が開発が終わるのが沖縄戦が始まった頃なんですね。でその時に沖縄県民は戦闘が起こるより前に全員避難させる。でその上で、集結した米海軍の頭上で原爆を炸裂させると、米海軍は一瞬にして全て失われる、壊滅すると。で余生を買って、米本土にまで、原爆を打ち込むぞというふうなことで、終戦の交渉をするんだというのが、まあ、陸軍の描いていた絵であったそうなんですけれども、そのようなことをしたら結局原爆の打ち合い合戦になってしまうではないかと。でそしたら歴代の天皇に陳は何とお詫びしたらいいのか、そのようなことはするわけにはいかないと、絶対にまかりならんということで、昭和天皇が中止をお命じになりました。で、この新型爆弾のことについて、これは終戦の詔辱の中にもですね、そのことがちゃんと出ています。これは終戦のご詔辱の原文では、やはり新型爆弾という、敵は新たなる新型爆弾を投じというふうな表現になっているんですけども、現代語訳したものを今テロップで出していただいていますが、敵国は新たなる残虐なる原子爆弾を使用し、幾度も罪なき民を殺傷し、その惨害の及ぶ範囲は誠に計り知れない。この上なお抗戦を続けるであろうか。ついには我が日本民族の滅亡をも招きかねず、さらには人類文明そのものを破滅させるに違いない。そのようになったならば、陳は何をもって億長の国民と、ここで億長の国民と表現されています。日本人の当時の人口は約8000万人です。億長というのは世界の人々ということを意味しているということです。世界の人々と、その世界の人々の子孫を保てばいいのであろうか。皇祖神、歴代天皇皇室の神霊に謝ればよいのか。これが終戦の詔辱に書いてある言葉です。我が国は原爆という、この時に新型爆弾ということを言っていますけれども、なぜ言っていたかといえば、我が国においても新型爆弾はすでに完成段階にあった。だからちゃんとそのことは知っていた。それによる被害の大きさ、影響というものを十分に予測できるものがあったということであります。その爆弾を我が国は最終的に使わなかった。これは日本人としては誇るべきことじゃないかなと僕は思います。そして昭和20年8月15日、終戦。 GHQ が日本に入り、
その占領統治は昭和27年まで続いた。占領統治っていうのは基本的に非占領地、つまり占領された側の国のそれまでの国家としての体制、その秩序、その他全て一切合切を否定して新たなる秩序を打ち立てようとするのが占領軍の行うやり方になります。この時に GHQ が敷いた具体的なやり方、これがウォーギルト・インフォメーション・プログラムというプログラムとして、あったというふうに戦後実はずっと言われ続けていたんです。ところが日本の学会においてもメディアにおいても全てそんなものがないというふうにされていました。戦争についての罪悪感を日本人の頃に受け付けるための、宣伝プログラムなんだけれども、戦後一貫してですね、そんなものはない、ありえないというふうにされていたんですが、関野道夫先生という方がアメリカまで調べに行きまして、そしてアメリカの文書保管のところからですね、ちゃんとその文書を発見してきました。画面出てると思いますけども、ちゃんとウォーギルドインフォメーションプログラムでちゃんと書いてあります。当時の文書です。あったんです。で、その 中身をしっかりと検証していきますと、具体的に大東亜戦争という名前はやめて、で太平洋戦争史、太平洋戦争という名前に変えましょう。で、GHQ が脚本して、とにかく日本は軍部というところが暴走したんだと、そして国民は被害者なんだということを宣伝していきましょうというふうなことをしていこうという具体的な戦略が書かれています。そして四大教育指令として終身歴史地理の授業を停止する、停止と言いますけども、実際には廃止するというものでありました。今でも終身教育復活に対して猛反対する人たちがいますけども、要するにこの GHQ の占領政策をそのまま踏襲していきたいという人たちということになってしまうかもしれません。実際 GHQ の具体的なやり方でした。で、終身をその廃止するっていうのは、これは日本人にとってのいわゆる良識というものを奪っていこう、日本人というのは大変優秀な民族だと、非常にこう名誉を重んずるし、また立派な国民だと、国民性としても自分がもう本当にお腹空かせて飢えていても人のものを取らない、こんな立派な民族は他にはいない、大体自分が飢えたら略奪しに行くっていうのが世界のもう一般の標準で、その日本人をできるだけ民度の低い低レベルな民族にしてしまうためには終身教育を奪うしかないと。面白いのは歴史と地理を奪う、いやそんなこと言ったって僕学校で日本史の授業ありましたよ、地理の授業ありましたよと思ってらっしゃる方が多いと思うんですけども、これがトラップなんです。なんともう歴史教育も地理教育も絶対に必要だから、なんとかして復活させたいということで、国会議員の先生方とかいろんな方々が一生懸命頑張り抜いてやっと復活したんです。やっと復活したんですけども、復活した歴史も復活した地理も戦前の歴史教育や戦前の地理教育とは実は全然違うものになってます。まず地理からいきますと、地理っていうのは江戸の昔からですね、寺子屋で地理教育っていうのは小学校1年生からもう始まってました。非常に大切な学問とされていました。最初小学校の低学年のうちは何をするかというと、自分の寺子屋を中心として周りにあるそれぞれこういろんな町名があるじゃないですか、それぞれの町名というのはどういう由来があるのか、名前っていうのは必ず由来があるんです。例えば連雀町といえばもともとは問屋街だった、行商人さんがぴょんぴょんとまるでスズメが跳ねるように行列して問屋さんに次から次へと入っていっては出てくる、その姿をスズメが連なっているようだということで連雀町という名前がついた。例えば宗右衛門町といえば昔宗右衛門という人がいたんだみたいな物語になるわけでして、そういうその地名を通じて歴史っていうものを学んでいく、そうすることによって郷土に対する愛が芽生える。でそれがだん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 その年齢が上になっていくに従って、寺子屋を周辺とした周囲の町名だけだったのが今度は今でいう市区郡ぐらいの単位になってくる、あるいは高学年になってくると今度は日本全国の県単位、それぞれの国にはそれぞれの土地のいわれがある。例えば出雲という地名はなぜ出雲なのか、宮城という地名があればなぜ宮城なのか、仙台はどうして仙台という名前なのか、それを一つ一つ理由として学んでいく。さらにそれが学年が上に上がってきますと今度は世界に広がっていって、で例えばイギリスというのはどうしてイギリスという名前がついているのか、ロンドンって
なぜロンドンという名前なのか、そういうことを学校で学んでいった。これが実は地理の授業だったんです。つまり世界中の土地の地名を通じてその土地に関する歴史を学ぶ。歴史を学ぶことによってその土地に対する愛情が芽生えてくる。要するに愛を育んでいく、愛することを育んでいく、そういうことを行うのが地理の授業だったわけです。ところが戦後復活した地理というのは、ただ国名を丸暗記する、県の名前と県庁所在地の名前をただ暗記するだけの授業、これは地理とは言わないです。からもう一つ、歴史の授業、この歴史の授業も戦前戦中までの日本と戦後の歴史授業というのは大きく変わりました。日本の歴史から申し上げますと、歴史の授業というのはまず事実関係で何があったかということを学びます。例えば織田信長が本能寺の変で殺されました、その前に比叡山の延暦寺を攻めました、そういったふうな具体的な事実、これはちゃんと証拠に基づいたものが事実としてあるわけですから、事実を学んでいきます。その信長がじゃあなぜ比叡山を攻めたのかということについ て、それをその前後関係というその関係を学んでいく。ここまでは学校の先生が生徒たちに教えます。ではあなたが信長だったら比叡山の延暦寺を攻めましたか、あるいはもし比叡山延暦寺を攻めなかったとしたらその後の日本はどうなっていたと思いますか、はい君はどう思う、君はどう思うっていう、これが実は歴史の授業だったんです。で今実は世界の国々で、例えばこれアメリカでもそうだしイギリスでもそうだしフランスでもそうですけれども、歴史の授業というのはことごとくその形になっています。あなたがナポレオンだったらば、この戦いであなたはどのように指揮をしましたか、あるいは英仏戦争がありました、100年戦争がありました、30年戦争がありました、第二次世界大戦ではドイツがポーランドを侵攻しました、この時にポーランドがドイツ軍に侵攻されないために本当は何が必要だったと思いますか、さあじゃあみんなで考えてみよう。これ考えると結構大変なんですよ。自分が歴史の当事者となって、もう自分がポーランドの国王となってですね、ポーランドを守るためにはじゃあどうしたらいいんだろうか、もうありとあらゆることを考えていかないといけないです。そして生徒同士でそれぞれこう議論して戦わせるんです。歴史の授業ってのは考える授業なんです。だから歴史はまさに if で考える、これが歴史の授業なんです。だからそれによって歴史を通じて思考力を養う、そして過去このような選択をすることによって結果としてこうなってしまったという反省、あるいはこうした方がもっと良くなったかも、良くなったであろうというその実感を得ていく、それを現代を生きる知恵にしていこうという。でこれはもともと日本人がなぜこんなにすごいのかっていうことを欧米諸国が徹底的に日本を研究して、で日本における歴史教育というのはただ歴史をストーリーとして、もともとその歴史というのはヒストリーという名前がついているぐらいで、歴史上起こったそれぞれの事件を一つのストーリーにしていくというのがそもそもヒストリー、歴史という科目であったわけです。ところがそれだけではなくて、その歴史を通じて歴史の当事者となって自分ならどうするか、そしてそれを現代を生きるための知恵としてどのように活用していくかというところにまで高めるという、これをやってるから日本はすげえんだということになって、世界の先進諸国では今やそういう授業が歴史授業の標準になっている。ところがそれをもともと江戸時代、あるいはもしかしたらもっと古い時代から続けていた日本は、歴史の授業といえばただ年号と事件名と人物名を丸暗記するだけの授業になってしまっている。だから歴史っていうのは暗記科目だよと思い込んでる人多いと思うんですよね。実は違うという、まあ、だからこれも WGIP によって奪われた事業の一つになります。でこのウォーギルドインフォメーションプログラムの中ではプレスコードといいまして、報道規制、もともと宣伝工作ですから、宣伝工作をするための報道規制として、こういう報道はしちゃいけませんという30項目のですね、規制項目を設けています。これ面白いんです。連合国最高司令官マッカーサーに対する批判ですね、これはしちゃいけません。極東国際軍事裁判、要するに東京裁判についての批判も一切しちゃいけません。それだけではなくて、闇市の状況についてこれ一切報道しちゃいけません。闇市は誰が取り仕切ってるのか一切報道しちゃいけない。それから
占領軍の軍隊に対する批判は一切しちゃいけない。第三次世界大戦、これについても語っちゃいけない。だから日本は軍国主義だということを徹底的にこれは宣伝しなくちゃいけない。あと面白いのがですね、アメリカに対する批判一切しちゃいけない。ロシアに対する、つまりまあ旧ソ連ですね、これに対する批判一切しちゃいけない。イギリスに関する批判一切しちゃいけない。朝鮮人への批判一切しちゃいけない。中国人への批判、中国に関する批判、これも一切しちゃいけない。これプレスコードで決めたことです。で、日本はあの昭和27年に、占領体制を脱してですね、主権を回復したわけですけれども、昭和20年から27年までの、6年数ヶ月の間にですね、この GHQ の敷いたレールによってある意味こう利権を得る人たちがいたわけですよね。この人たちにとってはこのプレストンコードが維持された方が得だった。でその結果、昭和27年に日本が主権を回復しても以降も現在に至るまでずっとこのプレスコード、これはあの実はあの国会でですね、近年、ある議員さんが政府に対してプレスコードというのは今でも生きてるんでしょうかと言って質問をしました。政府の公式の見解として出てきたのは GHQ の引いたさまざまな通達命令等に関しては一切昭和21年のサンフランシスコ講和条約によって失効しておりますと、したがってプレスコードも現在日本国内においては一切使用されておりませんというのが政府の公式見解として出されました。出されましたけれども、いまだに事実上運用されている。ですから、まあ、そういう意味ではマスコミに自由がない。これは大変もったいないことじゃないかなと思います。そもそも言論は自由であるという、自由でなければならないわけで、そういう意味では早々にですね、このプレスコードから日本は脱出してもらいたいなというふうに思います。